井上和夫8月15日から1974年2月1日は日本の医師、台湾台南市の鉄道召喚者で生まれる。父は鉄道将棋官、台北第一中学校を経て、早稲田大学理工学部を中退後、日本医科大学卒業。千葉医科大学で衛生学を研究。戦前本郷にて、井上治美院工科病院を経営。その傍ら、 福島女子戦で女医育生に尽くした厚生将棋館。日本医科大学武蔵小杉病院で国際交流しようにも国民の気力も国家の財政的な余力もなかった時代に戦前から指揮関係にあったドイツ人のミハヘル神父等と協力して戦争で死産だ日本とアジア各国の民間交流の目を育て多くの留学生の世話をした。 また1950年の朝鮮戦争時、国際連合軍の将兵の治療に携わり日米、日号の民間交流に尽くし戦争花嫁の仲人も務めた。先祖に戦国武将、井上義弘、韓米、明治の政治家主釈、井上武氏がいる。ありがとうございます。